海と日本プロジェクトはみんなで海について考え未来へ引き継ぐアクションの輪を広げることを目指しています。知れば知るほど美味しい海がある。全国から海にちなんだごちそうが一堂に集められた海のごちそうフェスティバルが東京で開催されました。47都道府県の海産物を商品にまつわるストーリーを紹介しながら販売するマルシェや、海が抱える問題をもとに開発されたメニューを販売するグルメブース、海と食についての情報を発信するステージなどなど、海のごちそうで海に親しむひとときを提供しました。鳥取県のブースにはカニのごちそうが並びました。カニ味噌商品に紅ズワイガニのゆで汁から作られるカニ塩を使ったジェラートも。また藻場の再生に取り組む鳥取ブルーカーボンプロジェクトのフードトラックでは、増えたムラサキウニを捕まえ育て素材にした鳥取ウニライスボールコロッケが販売されました。美味しいです捨てられちゃうやつをうまく利用して作ってるのはすごい素晴らしいことだと思います。鳥取の美味しい海、バッチリお届けできたようです。海の問題、さまざまなものがありますけれども、食べてでそれでこう海とこう自分との距離ちょっとね、皆さんあると思いますので、これを少しこう近づけてもらう、そういうことをね、少し考えてもらえたらいいなと思います。海のごちそうを通して海の未来についてみんなで考える2日間でした。海と日本、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。